天下統一に向けて兵力を蓄え、着々と準備を進めていた伊達軍。しかし、戦国の共有との悪名高き松永久秀によって、石膏の兵士たちが捕らえられたという報告が入った。松永が捕虜の命と引き換えに要求してきたものは、政宗の刀であった。この報告を受け、小十郎は兵士を取り戻すため、出撃準備を整えたのであった。人質か、松永久秀、姑息な真似をしてくれる。卑劣なる罠。分かってるな。はっ、皆の命、必ずや救い出しましょう。オッケー、俺に続け。承知。独眼竜、ご機嫌いかがかな。竜の刀をもらいに来たのかな。問題があるな。ふん、代わりにあんたは何をくれるんだ。そうだ、では彼らの勝負か。やめろ、人を閉じろ。松永、捕虜は相手に容赦なしか。先は長い、どちらに来るか見守るとしよう。もらうぜ。洞窟を抜けるなら気をつけてくれたまえ。驚いただろ。何、楽しみちゅう。もらうぜ、こじろ。やつの狙いはこの俺だ。もらうやつを引き付け。お前が好きだって。承知いたしました。このこじろうにお任せあれ。もらうぜ、こじろうさん。俺らぶっこみ上等ですぜ。元気だけはいい連中だ。やまつは安くねえってことも教えてやる。悪いな、うちの副将はちっとだけの短期だな。実は剣のことが気になった。すまないね。物事の善悪はもらうのが決めればよい。お嬢様、あとは俺らが来たか。
ああ。仕方ない。鋭く、素早く終わらせる。それが情け。松永軍も死にはねえか。そう呼ばれている。一人減ったら一人足す、二人減ったら二人足す、三人減ったらそこで終わりだ。私に言わないとしよう。勘違いするなよ。てめえを倒して皆を救う、それだけのこと。独眼竜刑は時間がない男か。あいにくだが、あんたに使う力はねえ。もらうぜ。そうか、ではこうしよう。Please listen me. カマト、あいつのせいでこの戦は負けだ。祭りにあげてやろう。すまないね、少しよそ見をしていた。人は自分のためなら何でもする。我もその一員だ。捕虜、それが何だっていうんだ。松永様は俺たちのことを分かってくれるかな。もらうぜ、もらうぜ。好きなように壊せばいい。それが俺の仕事。無造無造のまかれ、所詮はこの程度の器か。もらうぜ。もらうぜ。苛烈苛烈。もらうぜ。気合入れて突っ走れよ。任せあれ。こちらの力の手をもらうぜ。また一つ。人は生まれて壊れることの繰り返しだ。やあ、独眼竜とその右目。よく来たなと言いたいところだが、機嫌はあまり良くないようだな。てめえ、自分がしたことをよく分かっていないようだな。そいつは失敬。これで勘弁してくれたまえ。何？うわ！さあ、それをもらえば以上で終わりだ。
政宗様、この小城をお任せに。あなたの手を見つめない地で汚す必要はない。オーケー、その絵もらうぜ。無責任な、これを何を待っていたのか。魔界のとは、てめえはゴミ以下だ。私はこれと決めたものはすぐに欲しい商品だね。家に散らすのがいいとかないか。やつに隙を与え、あの腐った魂を叩き捨てる。心得ております。これは作業させる。下道は下道のまま死に、それが最も正しい死に様ではないかね。どれ？やろう！待て！くれてやる。そいつらを解放しろ。人を許すのダメです。いや、見事見事、 K は全くもって清らかな男だ。実に救いがたい。いやはや、まったくだ。マサムネ様！竜の爪、確かにいただいたよ。松永の卑劣な罠にかかり、崖下の川に転落した政宗。それを間一髪救出した小十郎だったが、政宗は意識不明の重傷を負っていた。急ぎ奥州へ戻る決意をした小十郎だが、その道中目前に武田軍の陣を敷く真田隊が立ち塞がったのであった。ここは中央突破しかねえな。政宗様、必ずやあなたを奥州へ連れ帰る。奥州への決死行。行くぞ。道は俺が切り開く。おめえらは政宗様をお守りするんだ。死ぬ気で守るぜ、小十郎様。こたびの戦がこのめ、街道を占拠するなら、うぬえ、なんかれもらうぜ。それにまみえるは独眼竜眼右目片倉小十郎殿とお見受けするがいかに。邪魔だ。やはりてめえか、真田。邪魔だ。なんという凄まじき覇気、侮れん。もらうぜ、もらうぜ。この大一番語り継がれるんじゃねえか。うぬれ、なるかれ、力を合わせるんだ。なるかれ、もらうぜ。だが奥州の竜がいるはずだぞ。邪魔だ。もらうぜ。
政軍と出会ったが我が定め。敵を加えて見送るわけには参りません。真田相手に無傷で止めるとは思っちゃいねえ。山田、もらうぜ。小十郎様、縄張りは守ってくれてます。その意味だ。まだおめえら期待してるぜ。戦意を失うな。恐れず立ち向かえ。独眼竜はどうだ。討ち取ってんな。おめえら、もらうぜ。妙だ、伊達軍にいつもの勢いが感じられぬ。何かあったのか。もらうぜ。うぬれ、なるかれ。邪魔だ。邪魔だ。守るべきは道一つ。押し勝て。もらう。まだまだ震えよ。待った待った待った。この街道は戦が要、我が隊に渡していただこう。真田隊、いざ進撃。急げ、おめえらは先に行くんだ。小十郎様。わかりました。ここは誰一人通さねえ。誰一人だ。俺の覚悟を超える自信があるか。ならば一つしかない命を懸け、かかってこい。死ぬ気で来い。手加減はなしだ。邪魔だ。街道を落としてみせようぞ。素直に答えてもらおうと思ったが、てめえとお友達になった覚えはねえんだがな。もらうぜ。勝利を信じろ。必ずや我らが勝つ。真田解放衆、足をかけよ。よい。情けをかけるつもりならやめておけ。その余裕がてめえの命を終わらせる。押しまくるな。かけ渡せ。ほらほらほら、やっちまえ。足が
決突撃。真田対得意の中央突破、見せてやれ。まだまだこれからよ、この雪村ある限り。戦、もはや一つの勝負を残すのみ。最後に立ち上がるのは貴殿、この真田源次郎幸村、どちらか一人。真田幸村、まさにそれで認める男だが、ご老兵の熱血に突き抜けられ、おそらくよ。それが誠の勇気だ。陣形をこっちだ。取り囲むのだ。てめえに命を懸けて守りたいものがあるが、俺にはある。だからここは通さねえ。その気持ち、しかと受け止めた。貴殿の全力、見せてくだされ。行くぞ。何だ、後ろ。奪ったの闇に光一つ。我が闇、我が魂。何をしている？本気を出せ！どういうつもりだ？行かれよ。急ぎ欧州へ戻られよ。情けをかけるなと言ったはずだ。いいな、情けではない。政宗殿にお伝えくだされ、傷が癒えたその時こそ貴殿と勝負すると。決死の思いで欧州へ戻った伊達軍。しかし部下を見捨てて欧州へと連れ帰られたことに激高した政宗は、小十郎の制止も聞かず怪我を押して出陣しようとしたのであった。なんという無茶をされるおつもりだ。お待ちください、政宗様。総流の決闘。
小十郎、あいつらを置いてなぜ帰ってきた。大将とはいかなる戦においても生き延びなくてはならぬもの。あなたが背負ったものとは、あなたの天下を待ち望む民を思えばこそ奥州へと戻りました。お前の言うことはもっともだ。だがな、右か左か揺れる天秤を眺めるのは好きじゃねえ。俺はどっちも掴んでみせる。どけ小十郎。今回ばかりは無茶を通すことはできません。止めるためなら。刃を交えることも辞さぬ構え。上等だ。小十郎、お前なら俺がこういうことを分かっているはずだ。ならば何度でも申し上げましょう。あなたは決して死んではならぬのです。傷を負い大地をその血で濡らそうとも。独眼竜を舐められて黙っていろってのか。お前の立場を忘れか。お分かりのはずだ。今の持ちの考えは控えればならぬことを。そんなことは俺が一番分かっている。ならばなおさら民のことを思われよ。責の重さを考えるのです。あなたは天下を目指すことを選んだ。ねえ、決断したのです。うわら。すっきりしてきた。いい気分だ。俺としたことがクールじゃねえな。だが倒れるわけにはいかねえ。カモン、ナロブヤ。どうした小十郎、俺を止めねえのか。政宗様、なんという無茶を。おらんぜ。どうかご主張なさいよ。まだ言えていない。だから鷹に落ちたとでも言うつもりか。俺を怒らせんじゃねえぞ小次郎。わしを忘れんぜ。だが死のうと思ったことは一度もねえ。政宗さん、そう、お前が教えてくれた言葉だ。ダメだ。死にゆく部下を見せるような、そんな無責任に対処になるんじゃねえ。粋な男に粋な花。俺はまだ。マサムネ様、死を恐れたことはない。だが死のうと思ったことは一度もないか。この小十郎、あなたの二つの宝、部下の命と竜の刀を取り戻し、必ず戻ってまいります。
政宗の二つの宝を取り戻し、必ず戻るという決意を抱き、一人松永久秀の元へ向かった小十郎。しかしその前に松永の送る一人の刺客が立ちはだかったのであった。伝説と呼ばれる忍びが傭兵をやっていると聞いたことがある。まさか松永、そいつを雇ったと。松永の刺客。なんだ、生きていたのか、竜の人間。今日はしぶとい男だな。なんだ、今はこのしぶとさに感謝するぞ。部下も連れず、たった一人で何をしに来た。独眼竜の仇を取りに来た。いされのとよ、流れたものを取り戻し、てめえに借りを返しに来た。それだけだ。私の趣味は高みの剣術だ。どうだろう、笑ってしまうだろう。仕方ない。鋭く素早く終わらせる、それが情け。久しぶりだな。お前もしつこいな。しつこすぎると嫌われるぞ。頭の闇に行けば一つ。静かに眠れ。引かねえ。カレツカレツ、邪魔だ。もらうぜ。
ずれにしろ兵の勇気にある一人で戦おうとこの素晴らしき無謀もらうぜ俺はこの世の果てまでてめえを追うそして必ず預けたものを返してもらうぜ勝利すること死ぬことにあらずもらうぜもらうぜの顔を見たら思い出したよ人質だ人質は目的達成のための手段無事でこそ意味があるしかし目的を果たし彼らが無用の長物となった今さてどうするべきか松永てめえくたばれわっえさすがは風魔良い仕事だでは失礼聞こえたぜ斧切れる音がぶっ殺すどけ風魔てめえを攻めるつもりだだが邪魔だとするなら容赦はなしだつなが、てめえには地獄の扉の開き方を教えてやる。松永の放った刺客、風魔小太郎をかろうじて撃破した小十郎。そしてついに、政宗の二つの宝を取り戻し、必ず生きて戻るという誓いを胸に、たった一人で、松永のいる本陣へと乗り込んだのであったついに追い詰めたぜ松永久秀K
決着の豪華。また会ったな。ありがたくもない縁だ。もらうぜ。言ったはずだ。この世の果てまでてめえを追うと。刑は飛んだ三枚目だ。もう一度言ってくれ。よく聞こえなかった。静かに眠れ。もらうぜ。人質と竜の刀を返してもらおう。返事はいらねえ。てめえの了解などは無用だ。小次郎様が助けに来てくれます。もらうぜ。ありがとうございます。もらうぜ。どれほどの修理をすればあれほどに。これが合戦よ。独眼竜はなぜ来ない。これが策略か。汚れ役は一人で自分が小十郎様、きっと無事っすか。静かに眠れ。やめねえぞ。最後まで。もらうぜ。あの人がどんな人であろうと俺たちは構わない。邪魔だ。もらうぜ。何をしておるか。傷が。
ねえぞ。これで俺たちの勝ちだ。今日こうして取り除いてやればよい。これで欲望のままにも生きられよう。なんだ。なんて強さだ。味方があんなに。静かに眠れ。ケイも思ったより強い子だな。もらうぜ。もらうぜ。もらうぜ。来たか。やれやれ。仕方ない。これで全てを終わらせる。今日がお前の楽日。またねえのか。お前の罪とな男だな。だだこれでもう終わりとしよう。そこで待ってろ。今様の挨拶を練習しておけ。今日は冗談ではない。いや、感心した。しまった。貢献が消えた。今日は他にも来ないのか。悲しい。静かに眠れ。もらうぜ。仕方ないだろう。自分を選ばない。どなたか。まだか。それだ。素早く。そして、せーの。はい、邪魔だ。うのれ。なめれ。もらうぜ。コジュロ様、本当すみませんでした。もらうぜ、もらうぜ。出て行った割には随分と手こずってるじゃないか。マサムネ様。俺は後ろを振り返らない。お前がこの背中を守れ。ほっ。コジュロ死ぬでこい。美しくもめでたい茶番だ。ありがとうございます。ありがとうございます。助かってました。俺ら信じてたぜ。よくぜ小次郎、突っ走ってるか。よい、撃ち出してやりましょう。
もらうぜ。皆の者、出会え。守りを固めろ。終着点だ。片倉幸十郎、押して参る。火は好きだ。千年かけて築いたものを一瞬で葬り去る。この虚しさに何とも言えず心が和む。松永、てめえはダダをこねるガキと同じだ。それはもっともなことだ。次はケイラの燃えゆく番だ。さあ、私に虚しさを味わわせてくれ。せや、見せてやるぜ。これでシャウトダウンだ。竜の舞は天をも貫きましょうぞ。剣が抑え込む狂気は鋭いな。竜さえも軽く凌駕する。まがまがしくも黒い刃だ。バカどもが。火はいつか消える。燃えた木には戻らない。世の構造とは不思議なものだな。虚しいね。いや、所詮は私も生けるものだ。これでも命は欲しいのでね。何かを捨てて一つ得る。十分なことだろう。てめえには心は尽くせ。そうだろう。誤解しないでくれ。手段を選ばないわけではない。いいのかよ。いくらの調子でやる。余裕だろ。知らない。
奴が来る。今日もどこかで人を死んでる。静かに眠れ。俺の首を取るにはまだ軽いんじゃねえか。これが時間の破壊だ。龍の火炙りも悪くはない。これは君を地獄に落ちるための送り火だ。なかなかどうして死んだと思うな。龍の上に見えるもらうぜ。バカどもが。そうなんだ。今日の味わったのは世の本質だ。奪われたものが罪なのだ。俺たちに何も必要はない。ケアの息子は俺に行くのだから。あんたの言うことは俺のためだ。俺の言うことは俺が決める。うせろ。まずが邪魔だ。てめえの攻撃を聞き出しろ。せいや、くたばれ。おら、屍は残さないようにと決めている。お別れだ、総流。地獄への扉は無事開いたみてえだな。できております。あなたに刀を向けた暴挙、許されることではありませぬ。竜の刀、そして皆の命、あなたの二つの宝を取り戻した今、この小十郎にできることはただ一つ。野望はなしだぜ、小十郎。政宗様。